に生まれ、土に帰る。終わらせましょう。そこ！だ！戦わなければ。よっ！じゃあ次行きましょうか。まだ慣れてはいないけれど、セイラは十分戦えるようね。王女がここまで戦えるなんて驚いているでしょう。そうでもないな。確かに予想はしてなかったが、ここはパラミティアだからな。人がいきなり変わる世界だ。あんたやガーランドが異端者のくせに予言に従おうとしたように、セイラも希望の光のせいで変わったってこともある。こんな予言があったりしてな。王女は急に都合よく戦いに目覚める。つまりセイラの変化もボイスの計算のうちだというわけ。どこまでも疑り深いのね。信じられる奴がいない。自分自身も含めてな。でも一つだけ確実に言える。セーラを変えたのは希望の光ではないわ。なぜならセーラに希望はないから。今の彼女には何もない。絶望や失望とも違う。ただただうつろ。俺の責任だと？予言通りセーラに答えろと言いたいのか？そうすればセーラは何も変わらず光の戦士と王女の物語を演じたでしょうね。彼女にとってはその方が幸せだったかもしれない。でもそれは何も変わらない繰り返し。あなたは彼女を幸せにはしなかったけれど、確かに彼女を変えた。きっとパラミティア王も変えられる。また無限の可能性か。ほんの小さな可能性よ。あなたが死ねば消えてしまう、ささやかな光。世界を埋めていく希望に比べたら、儚くて、ちっぽけな希望。だから私の胸で守るの。あなたの可能性という希望を。何が起きても知りません。思い出に甘えられまして。
話しておきたいことがある。ご自由に。昔話だ。忘れたんじゃないのか。ああ忘れた。かつて光の戦士だったことも、予言通り王女を愛したことも、俺は綺麗さっぱり忘れた。セーラの方も忘れたはずだ。俺のことなど覚えていない。なのにあいつの心の底には絶望ばかりがよどんでいる。希望の物語を延々繰り返してきたからだ。もう解き放ってやりたくてな。俺の願いはそれだけだ。だからお前にも礼を言っておく。なんだそれ。お前はセーラを変え、そして世界を変えつつある。俺にはできなかったことだ。これもボイスの筋書きで。結局パラミティアは何も変わらなかったらどうする。こんな世界に付き合う義理はもうない。セーラも、それにお前もな。